はい、どうもよりです。今回もハンパでやっていきたいと思います。で、新しいマップイベントが来ましたね。美術館編のその2ということで、メダルの最高効率のエクストリーム1ですね、の応答周回編成をご紹介していきたいと思います。で、まずは工場編成ですね。はい、工場編成は基本3ターンでクリアすることはできるんですけども、後半でご紹介する限定がね、ちょっと入った編成は2ターンでクリアすることができますので、サムネにもね、編成を載せていると思うんですけども、はい、ぜひ持っている方はそちらの方を見ていただけたらと思います。で、工場編成の場合、学長、釘崎、トゲ、五条先生ですね。で、斬死の代用なんですけども、互いを信じてもね、ちょっと採用してるんですけど、釘崎がもし2突以上の場合って、初期からね、呪力が40ありますので、1ターン目から友成を使えるということで、はい、互いを信じてなくても大丈夫なんですけども、もし、1突以下の場合ですね、であれば、ちょっと必要になってくるっていう感じです。はい、ということで、スキルレベルとステータス載せておきます。で、基本的には3ターンで終わるんですけども、今回の呪霊ですね、が一応スタン持ちなので、はい、それをちょっと食らってしまうと、ちょっと4ターンかかってしまったりっていう時もありますね。はい。大体3ターンで終わらすことはできます。で、まず学長と釘崎で呪霊をまず1体落としていくと。そして2体目はトゲと五条先生でできたら落としたいんですけど、私の突数ではちょっと落とせないんですよね。もし五条先生が完全体に近い場合であれば、もうこの時点で、はい、取り巻きは処理し終わってると思います。で、ちょっと足りなかったので、学長と釘崎でまた落としまして、はい、2ターン目でしっかり、ボスをブレイクしていくと。で、五条先生の必殺で落とすっていう、やり方もね、斬首を変えたらいろいろあったりするんですけども、やっぱり必殺演出って結構長いので、特に周回してると、はい、ちょっと気になりますのでね、できるだけスキルだけで落とせるようにしてます。で、次は最強の2人を使った編成ですね。はい。で、パーティーにちょっとイジチさんと結城が入ってるんですけども、この2体はもう自由枠です。斬首はちょっとね、召喚一新は必須になってくるんですが、キャラ自体は、何でも大丈夫です。で、この光線下等と夜五条先生が一応王都、だと、ボスから狙うっていう、はい、感じになってるんですよね。なので、1ターン目に、しっかりブレイクさせて、もう2ターン目でね、紫がね、溜まるように、するっていう感じの編成になります。はい。ってことで、スキルレベルとステータスも載せておきます。大王時代はかなりいろいろあったりするんですけども、やっぱりそこは手持ち次第にはちょっとなってきますので、はい。領域伏黒だったり、あとは限定のナナミですね。で、この編成を少しいじるのであれば、ゲトウの枠は、当時でも一応大丈夫ですね。ただ、当時を使う場合は、当時か紫五条ですね。の突数がちょっと高くないと、もしかしたら厳しいかもしれません。というのも、ここでね、1ターン目にブレイクするっていうことが、かなりちょっと難しくなってしまいますので、はい。この通りね、最強の2人を使えば、もうボスからね、しっかり狙ってくれるんですよ。で、召喚一新だったり、調子上々ですね。で、ブレイクした時の必殺ゲージ回復、全部合わせたら、こんな感じで2ターン目に必殺が打つことができます。はい。なので、イジチさんとユキくんの枠は本当に自由ですね。召喚一新さえ、はい、つけていればっていう感じです。はい。私の場合は、ちょっとね、突数的に、はい、ユキくんにつけてるバチ殺しがないとね、火力が少し足りないので、つけてるんですけども、もし突数で、はい、火力かなり余裕がある場合は、もう外してもいいレベルですね。もし林道の新しいガチャですね、を回してて、斬首を、イベントボーナスの斬首を持っている場合は、キャラをね、入れて、つけないといけないんですけども、そうじゃない場合は、あえてキャラを外して、周回速度をさらに上げるっていうことも一応できます。はい、ということで、応答周回編成ですね、2パターンご紹介したんですけども、次は、スコアアタックですね、はい、の動画をまた上げたいと思っていますので、よろしくお願いします。で、私ですね、このファンパレ以外にも、戦国ダイナスティだったり、レッドアイランド2ですね、とか、終わりの鐘が鳴る前にっていうビジュアル、はい、ノベルゲームなんですけども、とかもやっていますので、よかったらね、そちらの方も、はい、ぜひ見ていただけたら嬉しいです。はい、ってことで、よかったらチャンネル登録、高評価の方もしていただけると助かります。ってことで、今回もご視聴いただいた皆さん、ありがとうございました。それでは、お疲れ様でした。